さて、津山市阿波にある岡山県指定天然記念物で樹齢570年と言われているオソの桜の枝が折れていたことが分かりました。先月末の最強寒波の影響とみられています。折れていたのは地上から 4.5 メートルの高さにある直径30センチの枝です。幹からおよそ60センチの場所から折れていて、折れた枝の長さは8メートルほどとなります。今月2日に住民から津山市に通報があったもので、文化課が枝が折れているのを確認しました。津山市では原因について先月24日から25日にかけての強風や積雪による可能性が高いと推測しています。地元の方もですね、大切にしてきた来ていただいたこの桜がですね、この度こういうことになって、とても悲しいと言いますか、桜にとっては辛かったろうなというような気持ちを持っています。折れた部分の手当てをしないと枯れてしまうため、市では今後協議の上具体的な措置を決めるということです。